そうですね、まあ、正直自分の中では2年連続で選んでいただけるとは思ってなかったので、とても嬉しく思ってます。そうですね、まあ、ファンの皆様は、まあ、自分のホームランっていうのはあまり期待してないと思うので、まあ、個人としてはそこを打てれば一番いいと思ってるんですけど、まあ、なんとか自分のそのスピードをしっかりと見ていただけるように、盗塁であったり、まあ、守備のそのスタートの速さであったり、そういうところを見ていただけたらなと思ってます。オールスターではしっかりと自分のスピードっていうところをしっかりとファンの皆さんに見ていただけるように、精一杯楽しみながら頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。お母さんはやっぱテレビの雰囲気を味わえたので、その分やっぱ楽しみっていうのもありますし、去年優勝したチームの監督にやっぱ選んでいただけるのは非常に嬉しいことなので、しっかりと楽しみながら、いいプレーを見せるように頑張りたいと思います。そうですね、やっぱ1年目でやっぱ右も左も分からない状態で、本当にすごい選手が多かったので緊張もしてたんですけど、まあ、今年は去年の経験を生かして、しっかりといいものを得て帰ってこれるように、まあ、自分からしっかりと質問をするように、まあ、その辺は、まあ、2年目になると少し気持ち的な余裕が出ると思うので、まあ、そこはしっかりと聞けるものを聞いて吸収していきたいと思います。その、まあ、自分といえば盗塁であったり、まあ、そのスピードあるプレーだと思うので、まあ、ホームラン出れば一番いいんですけど、まあ、そこは多分確率的には低いので、まあ、なんとか盗塁でそのファンの皆さんを喜ばせるように頑張りたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。